姫路港は播磨地域のみならず兵庫県の物流拠点として地域経済の発展に大きく貢献してきました。江戸時代中期から大正にかけては北前船の寄港地にもなり、鹿間の町は大いに賑わったと言われています。そんな姫路港で海の重要性や魅力を発信し、港を身近に親しんでもらおうと姫路港ふれあいフェスティバルが開催されました。会場ではステージイベントや地元の食材を使ったグルメやスイーツの出店がありました。そして今回は姫路港開港60周年を記念して帆船日本丸が寄港しました。太平洋の白鳥と呼ばれている日本丸、初代の日本丸は引退までの54年余りにわたって航海士の実習訓練を行い、多くの海の若人を育ててきました。この2代目の日本丸も1984年から実習船として運用されています。日本丸の乗船体験が行われてるんです。私も参加してみようと思います。めったに乗ることはできない貴重な船とあって多くの人が見学に訪れました。航海士の実習生、はい、そうですね。なんで航海士になろうと思われたんですか？海が好きだから航海士になろうと思って。何回この船が出たらどれくらいの時間出てることが多いんですか？出てることは多分1週間くらい、次の港に着いてまた休んで、また1週間、2週間どれくらいの期間休んでっていう感じ？2、3日ですね。多くてどれくらいの頻度でこの床磨きってするんですか？はい、風とかが強くない限り毎朝。毎朝ってなんですか？これヤシの実の、ヤシの実の油ができて綺麗になるって感じです。一緒にやりますか？なんかさっき掛け声が、掛け声で、わっしょい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 。ありがとうございます。すごい貴重な体験になりました。開港60周年という節目の年を迎えられましたが、姫路港の今後の展望を教えてください。でこの旅客船ターミナルエリア付近ですけども、再編整備リニューアルを予定しております。で、まあ、フェリーとか旅客船発着場所を移動させますので、数年後にはこの辺の景色、一変すると思います。また同時にですね、クルーズ客船誘致を進めながらですね、お客さんが姫路港で遊んでもらえるような空間作り、また地域の方、県民の皆様が姫路港で遊びに行くとか、食事に行くとか、そういった港にしていきたいと思ってます。海と日本。